だなって確かになりました。懐かしいコメントもたくさんある。ちょっと前までの話なのに懐かしいっていうのもどうだろうと思う。久々アイドル気まぐれまやちゃんに戻りました。じゃあ明日はスイッチにおーちゃんと一緒に出させていただきます。イエーイ、嬉しい。スイッチ出れるの緊張します。明日は須田さんいるのか、いそうな気がするのでドキドキ。皆さん見れる方はぜひ見て、録画できる方は録画して、で今日プレイリスト見れる方は見てもらって、あとなんか佐野テレビかな、合ってるかな、佐野テレビかな、もう明日ドンさんのライブの様子が流れるので、明日だから28日はテレビです。テレビ三昧です。テレビ三昧で、そのケーブルテレビプレイリスト出て、スイッチ出て、そのケーブルテレビさん出て、明日はテレビ3本ですね。28日はテレビ3本でお願いします。明日の髪型をねインスタで聞いて何にしようって、でも今日さっき辛いもの食べちゃったから本当顔がむくんでないことを祈りたいです。食べちゃって我慢できなかった。なので23時までやってお風呂入って湯船にちゃんと使って行きたいと思います。ね、でもなんか多かったのはポニーテールと三つ編みが多かったです。鼻かゆ、あと巻き下ろし鼻かゆが多かったです。この3つが多かったです。ポニーテールが多かったです。今日のプレイリストはポニーテールなんですよ。でも今日上がったダンス、なんかダンス動画はおろしです。で取材日は三つ編みでお送りしてます。この前の劇場のやつもポニーテールでした。未完全 TV の時はおろしでした。未完全の時は MV と同じ髪型にしました。明日は衣装での登場ですよ。基本テレビって衣装ですよ。基本ね、基本のテレビは衣装ですよ。あんま私服はないかな。ドキドキ。だから何にしようって感じです。ポニーテールかおろしか三つ編みのこの三択なので、明日のメイクさんと私自分のコンディションに、おい何これ。ああ収まんなかった。明日はポニーテールかミサミかおろしのどれかでいきます。このメイクさんと自分のコンディションで、今
今成功しましたね、ひな祭り。ありがとうございます。なので皆さん明日見れる方は見てください。で今日プレイリスト見れる方、もうプレイリスト、ハッシュタグスキーホテト、ハッシュタグ愛のホログラム、ハッシュタグすがらまやでたくさんつぶやいてください。お願いします。お願いします。お願いします。今日先週のタイムちゃん聞いてたらまやでしたでしょ。タイムちゃん、なごんちゃん、皆さん、てかフラウキービーでしたよね。皆さん菅原の生写真とかゲットした？ゲットした？生写真とか届きましたか皆さん。菅原のあのサイン会のやつ、特典会のやつ届きましたか？手形届きましたか？わあ、ありがとう、受け取ってくださりありがとうございます。3階の生写真可愛かったでしょ。珍しくデコ出しでした。スパン、ちょっと前、こっちの眉毛太いかスパン。明日佐川さんで受け取ってください。デコ出しのなんか衣装もうなんか特典会のね衣装がね決まってたんですけど、なんかもうハダゴンと衣装さんが菅原の衣装これがいいと思うって言って決めてくださったんですけど、なんか特典会の生写真ってなぜか分かんないけどいつもなんか漏れてるから、なんか漏れてるんだよね。なんか漏れてるから髪型冒険しちゃいました。なんでぜひもう全部 MV の時もなんだっけ、愛のホログラムの岸辺の少女を呼ぼう、髪型全部違うので楽しんでください。岸辺の少女よ、めちゃめちゃ緑の衣装で、なんかみんなリボンついてるところがみんな別々なんですけど、大きさとかなんかみんな全然違うんですけど、珍しくすからはあの緑の衣装でど真ん中にどでかいリボンがついててめちゃめちゃ可愛かったです。もなく可愛かったです。ここにしまったね。でした。下を見るたび思い出す、何をだろう何を思い出すんだろう。まあ今日は私会があって、明日も私会があります。明日はどっかでやります。明日はパルコで明日はパルコで
私はお渡し返します。めちゃめちゃ枝毛、ここの毛明日もお渡し会です。今日はタイプ B をタイプ B 担当でした。明日もタイプ B 担当なのかな、どうなのかな、どうなんですかね。明日はどんなお洋服を着ようかな、なでも明日も寒いですよね。寒くないですか。明日も絶対寒いですよね。今日寒くて寒かったです。明日もあったかくしていきましょう。明日あったかいのかな、15度って、まあ、今日よりは、ね、今日風が強かったですよね。3月7日の声出しいないです。初めてですね。初めていないです。お仕事でいないのです。代わりに菅原の分まで頑張って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 くださるメンバーたちがいるので、その方たちに任したいと思います。で、私は自分の仕事に集中してまいります。なので誰がユースコールをやるのかすごい楽しみです。誰がやるのか気になりますね。まあ私は分かるんですが、誰がやるのか知ってるんですけど、まあその日は、まあお仕事の時間とかってなかったら DMM で見たいと思います。配信を誰かな、私全体のポジションも誰がやるのかな、まあ知ってるんですけど知ってるんですけどね。まあね、その子にやっていただけたらその子かなって思ってるので、楽しみです。よかったら皆さん見てみてください。スガラポジに誰がいるのか、楽しみにしててください。お楽しみに。ワクワクですね。ぜひ3月7日見てください。でもその日菅原がね何か出る場合はそっちを優先してください。まあ見ることがあればなんですが、菅原がその日何かに出ちゃったらちょっと皆さんその時は菅原を優先してください。
まあ、みんながみんなね見れるかちょっとわからないので、見れたら見てください。菅原もねその日何の仕事するかちゃんとまだね詳しく分かってないんですけどね。ってことで皆さん明日は愛のホログラム発売日でーす。ぜひ目がかゆい目がかゆくてや、はい、たくさんの方に愛のホログラム聞いていただけますように。ってことでこの後はスイッチプレイリスト見て朝にスイッチ見てください。じゃあもうスカーラはもう今から急いで湯船に浸かってお休みしたいと思いますということでありがとうございました。また明日会える方は会いましょう。バイバーイ。つぶやいてね。おやすみなさい。